ということで、まあ、複数枚のパースが本当に短時間でできたのがツインモーションなんですけど、やっぱり夜のパースも早くできちゃうので、その辺も三好さんに解説いただきながらやっていただこうかなと思います。はいはい、わかりました。じゃあちょっと簡単なすぐできる夜のパースを作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまた一旦カメラを置きます。はい、今ちょっと微調整して、で更新ですね。はい、で次にですね、あのロケーションっていうところも打っていただくと、はい、この時間が変えれます。なのでこれをまあ夜にしてあげると、ちょっとすみません、日本に持ってきます。東京ですね。はいはい、東京でした。でこれ時間変えると、この昼とか夜変えれます。はい、これもスライドで、そうですね、書いていただいて、はい、はい、大体20時ぐらいにするとも、まあ月でも変わってくるんですけど、まあある程度暗くはなります。やはり4月なんですね、三好さんは。4月です。4月の、はい、8時ですかね。8時。はい。新芽が出る頃で。で、ここの方位でもこの月の向きが変えますんで、あの明るさ向き変えます。はい。はい、で、あとは、ちょっとこのままだと暗いんで、あの家の窓を簡単に夜の感じにしようと思うとですね、マテリアルっていうのがありますので、これを押していただくと、一番下の方に行くとですね、ネオンっていうのがあります。これを押していただくと、こんな感じで光るマテリアルが、まあ、いくつかありますので、まあ、おすすめはこのネオン1かネオン2ですね。ちょっとあの暖色系と寒色系です。まあ、2の方がちょっと暖色になって、暖色よりですね。はい、はい。で、これをですね、建物の窓ガラスにドラッグアンドドロップを持ってきます。はい。多分これだけで。おー、すごい。あります。で、これだとちょっときついんで、あとは微調整していただきます。はい。まあ、ここ、グローってやつが光の強度なんで、これをもう上下していただくと、こう、変えれます。で、かなり下げると現実的ですね。そうですね。はい。で、結構強いんで、もう一桁とかでも10ぐらいでもいいですね。これでも十分かなと。はい。ここはお好みで変えていただいて。ここは7ぐらい。はい。じゃあ、あとは照明を、ここにライトってありますんで、はい、まあ、ここに、まあ、丸い光源とスポットライトあります。うん、これもこう持っていってくるだけですね。こうやって上に持っていくと、あ、今角度変えてるんですね。はい、角度、はい、変えてみます。うん、あとはここで色とかですね、角度、うん、まだ強度も変えれます。これ強度はもう単純に強くなります。上げる。おお、はいはい。三好さんはだいたい強度とかの設定値って決めてるんですか？結構照明の種類と位置でも変えるんですけど、あんまり強くしちゃうとちょっと現実っぽくないんで、はい、100から200ぐらいぐらいですね。こんな感じです。あと角度変えますね。絞ったり広げたり。色ですね。これもあの、はい、下げれば暖色ですね。赤っぽく、うん、上げると青っぽくなってきます。うん、まあ、夜だと2000か3000くらいですかね。3500くらいですかね。何くらいですかね。まあ、ここはお好みでやってもらうといいと思います。また新しく置くこともできますし、今の掴んでシフトを押しながら、こういったずらして、これコピーとかインスタントっていうのができます。うん、はい、インスタンスってやつにすると、はいはい、これ完全なコピーになります。これ何かっていうと、うん、先ほどのこっちに置いてるやつと、こっちに持ってきたやつ。これが連動してますんで、設定をいじってあげると両方変わります。うん、はい、両方同じように変わってきます。なるほど。
ただ先ほどのもう一回シフトをしながら打っていって、はい、こっちのコピーってやつを押すと、これがこっちがコピーなんですけど、こっちは独立で設定が変えれます。こっちだけ、他の2つは連動してないです。なるほど。インスタンスって方は連動します。はいはい。なんでまあ全部同じ設定で受ければあのインスタンスの方で持っていった方がまあ早くできますね。はい、これ一部変えたい時だけですね。まあもしくは新規で打った方が早いかもしれないですけど。なるほど、複数置くとまあ簡単に。そうですね、確かに同じ照明の時はインスタンスを使って、違う照明の時はコピーとかで光源で使っていただくとか、そういう使い方ですかね。そうですね、もしくは新たに使う、はい、使うとか、うん、はい。これでも簡単に夜のパスができます。はい、今、まあ、環境校的に一つ置いたっていう形ですかね。そうですね、まあ、もしくはそのこちらのこの露出とか環境、ここでも変えますので、はい、全体的な調整ですね、全体的な調整ですね。なるほど、はい、これで微調整していただくと、まあ、お好みの設定になると思います。はい、こちらの夜のパースを、まあ、先ほどと同様に、まあ、保存していきたいと思いますので、エクスポートの方に戻っていただくと、まあ、出てきます、先ほどのカメラが。はい、でこれ、まあ、全て選択でもいいし、まあ、選んでいただくと、まあ、選択された状態になってますので、まあ、エクスポート、はい、もうこれでできました。はい、早いですね、はい、うん、これですね、今の夜パースが、はい、早い早い